藤谷蓮次郎です。野口五郎さんの曲の聴き直し、野口五郎ビギナーとして、聴き直しを進めています。アルバムの中から2曲目取り上げたいと思います。異邦人という曲です。野口五郎さんの曲異邦人という曲をめぐって、異邦人というとね、あの久保田早紀さんの、あの大ヒット曲がありますが、それとは全く関係ありません。異邦人という曲です。アルバムゴローインニューヨーク、前に取り上げました、この前の動画のところで出しましたアイブと同じアルバムです。1977年の9月に作っているアルバムですが、その1曲目になります。異邦人一発目で聞こえてきます。これはですね、海外の音楽への意識、まあ、うん、もちろん私が言うとまた知らないくせにって言われるんですけど、海外で制作した、もちろんニューヨークで制作した曲になります。やっぱりこの1970年代って日本から見てアメリカを代表する、あるいは世界の大都会って言ったらニューヨークだったんじゃないかなって感じがしますが、この時やってたかどうか、私の子供の頃にあった、あのオリジナルの方のアメリカ横断ウルトラクイズって、あれ日本テレビでやってたと思うんですが、あれの決戦地が、あの世界の最大貿易都市というか最大経済都市であったニューヨークですよね。そのニューヨークというところに拠点を落として、移して、でさらに言うと、この時代のニューヨークというのは、五郎ファンの方ならおなじみかもしれませんが、パンクというのが、パンクというとイギリスパンク、ロンドンパンクのイメージをお持ちの方が多いかもしれませんが、実は確か時代としてはニューヨークの方が先だったと思います。でイギリスパンクは割と、まあイギリス社会ですから、あの階級社会で分かれていて、その階級社会の下の方の労働者階級にいる若者たちが、でも実際違うんですよ、あの大学出た人たちも結構いるんだけれども、それが社会への不満みたいなものを現象的な形でロックに叩きつけるのがパンクロック。一方でニューヨークのパンクロックというのは芸術至上主義のアートスクールの出身とかが多いんです。でそれからあとは世界中のパンクロッカーたちを、励ますことになった、あ俺たちもできるぞっていうきっかけになったのはラモーンズっていうグループがあるんです。決してうまいとは言えない演奏力で、みんなあの芸名というかグループ名ラモーンズでなんとかラモーンという名前に変えて、演奏してた、シンプルな曲を演奏してた人たちなんですが、そういうラモーンズから始まってアートスクールの人たちが、いや 大きなメジャーなレコード会社でやるんじゃなくて自分たちの好きな音楽ができる、これがニューヨークパンクの基本だったはずなんです。でそこに行って五郎さんが何を感じたかっていうのがここに現れてくると思うんですが、もちろん知ってて言ってるはずですけど、彼はまずですね、この異邦人という曲を聴いた時に驚くのは、あのギターの速さ、さすがにうまい。正直言うと1970年代でいうと、まああんまり変な例を出さない方がとは言われるかもしれませんが、あの太陽に吠えろみたいな感じです。あの速いスタイル、あれは井上隆之さんというジュリーの沢田研二さんのバンドマスターだった、バンドマスターって言わないのかな、グループのリーダーだった人がやってるわけですけど、あれを彷彿するような素早くかっこいいギタープレイ。一方でだから、あこれロックだな、このアルバムロックだなと思うんですけど、一方でクレジットを見ると実は歌謡曲的な分業性がきちんと残ってます。松本隆、堤恭平じゃないかな。ロックというのは先ほどちらっとパンクロックの話で言ったことでお分かりいただいている方もいらっしゃると思うんですが、ロックというのは実は日本でも私自身が私の気持ちを表現するというような性格で伸びてきた部分があるんですね。必ず本当はそうだったんじゃないですよ。例えばロックスターの代表矢沢永吉は曲は書くけど詩は書かないという時代の方が長いわけです。実は吉田拓郎も同じです。それから我が尊敬する沢田研二もそうで、まあ、ジュリーはロックというよりは歌謡曲の人ですけど、まあ、この辺の人たちなんかは、まあ、こういうロックの人たちは何が違ったかというと、もともと作る人と歌う人一緒だから、その歌われている内容がまるで自分自身の、その人自身の作った人、歌ってるその人がまさにその心を表現しているように見える。これはフォークも一緒、いわゆるニューミュージックと言われる人のイメージですね、一緒に見えてしま
そういうところで言うと、この分業しているスタイルというのはちょっとロック的じゃないなっていう感じを受けた人もいるのかもしれないななんて思います。一方で歌詞の内容もまたこの分業で書かれている松本隆さんの歌詞も、ロックとして取るには主張というか、その人に食ってかかるようなインパクトという感じはないんですね。そういうところで、ただ音としてはまるっきりこれすごいなと思うような音であることは間違いないんだけど、歌詞とかその制作過程で言うと、単純にロックどうだって言えないところは、ロックかどうだって言えないことはありますね。ただこれで言えることは、今回聞き直して思ったのは、間違いなくかっこよくてクールです。マスメディアに流れる野口五郎のイメージ、これとは確かに違う野口五郎がここにいます。ごめんなさい、鐘鳴ったのでもう一回言いますね。マスメディアに流れる野口五郎、前に申し上げました、お叱りも受けましたが、私自身は子どもの頃ですから、カックラ近代放送を中心にですね、テレビで見ている野口五郎さんのイメージが強いわけです。でもそんなのとは全然違う五郎さんが確かにいて、それは今聴いてもワクワクするようなアルバムの始まりの曲に結実しています。それがこの「異邦人」という曲。前回言った3曲目の「愛舞」というのは、まごうことなき傑作だと僕は思いますが、この「異邦人」というのは、あれこれ全然違うじゃん、なるほど俺は野口五郎全然知らんかったと、正直頭を下げたくなる気持ちで、現に皆さんに批判されるためにこうして顔を出してお話をしてますが、今後も野口五郎さんに関して、ちょっとずつ、まあ五郎さんだけじゃなくて、やっぱり何にしても人前で話すのにいい加減な知識ではいけないというのはその通りです。でもだから喋らないという立場に私は立ちませんので、このワクワク感を胸に野口五郎さんの聞き直しを続けていきたいと思います。これぜひ聞いてごらんというようなことがあったらお教えいただけるとありがたいです。さあ、アルバム「五郎 in ニューヨーク」始まったので、今日また聞き直してみようと思います。特に3曲目の「愛舞」なんかは僕にとってもツボですから、いろいろ教えてください。それでは失礼します。